はい、どうも皆さんこんにちは、外のね音が聞こえますでしょうか。はい、というわけでね、まあ、今回はですね、まあちょっとねまあ、とある話をしたいと思います。まあ、ちょっと今小声なんですけれども、まあ、今回はですね、まあ、道路族って皆さん知ってますか？道路族っていうのはですね、まあまあ、道路族っていうのは、まあ、道路で、まあ、わーわー騒ぐわけなんですよ。はい。まあ、自分のことしか考えずにね。まあ、僕ね、今、苛立ってるんで、ちょっと言葉悪くなるんですけど、まあ、例えば、その、公園じゃなくて、道路とかでね、その、子供を遊ばせる親だとか、そのね、まあ、その、公園じゃない、道路で遊んでる、まあ、子供のことを言うんですけれども、はい。今回はね、まあ、その話でございます。はい。僕はね、自分のことしか考えない人間っていうのはね、嫌いなんですよね。はい。まあ、その道路族っていうのは何やってるかっていうと、まあ、道路でわーわーね、まあ、こういうふうに騒いでしてるんですけれども、はい、まあ、僕はね、自分のことしか考えない、ね、人間は嫌いでございます。はい。はい。というわけで、まあ、道路族と、まあ、そのね、その公園、のなぜまあそうなってしまったのかっていうのを話していきたいと思います。はい。ですね、まあまず最近はですね、公園でその遊具とかがそのなくなってっちゃうんですよね。公園から遊具がねなくなってって、そんで遊び場所がねなくなってしまうんですよね。だからまあああいう風にねたむろして騒いでるんですけど、でもねやっぱ常識ないと思いますね。僕は自分のことしか考えない、自分さえ良ければいいっていう考えはね、私は良くないと思っております。はい。僕ね、あんま自分のことしか考えられない大人にはまあなりたくないですね。はい。あとそれとその公園の人たちに物申したいのは一つあるんですよ。それは何かっていうとね、まあ、子供の遊び場所を奪うのと、まあ、公園でね子供、僕が幼稚園の頃はね、まあ、まだ遊具とか結構あったんですけど、あんまり子供の遊び場所をねその公園の人たちは奪わないでほしいっていうのがある。あと公園の近隣住民とかもその遊び場所を奪わないでほしいっていうのもございます。はい。うん。でもねやっぱね、その夜勤の人とか、その例えば夜働いて朝その寝てるとか、そういう人にとってはね、やっぱその睡眠妨害にねなるっていうかね、そういうのあると思うんですよね、僕も。うん。だからね、やっぱそういう自分のことしか考えない、まあそのもちろんね、その公園の近隣住民だとかそういうのも僕悪いと思ってるんですけど、うん、まあやっぱね自分のことしか考えないで、まあ、こういうふうにギャーギャー騒ぐっていうのもね、まあどうかと思います。まあね、僕の、ま、家の周りにはまあ普通に公園とかあるんですけどね、まあ、めんどくさいなのかからなのか知んないけど、あとね簡易託児所とか行って、あと託児所とか言って、私その他の子供そのね預かるわとか言ってね、まあ、やってる家庭もいるんですけど、本当そういうのでね外で遊ばせりゃいいやっていう考えてるやつらどもは本当僕は許せないですね。はい。うん。自分のことしか考えないやつはやっぱ嫌いだ俺は。うん。だから自分さえ良ければいいっていうさ、そういう風にさ、公園でもねえのにな、道路で遊ばせんのもな、俺な許せないんですわ。うん。今日結構口悪くなってるんですいません。うん。そんでギャーギャー騒いでな、公園行けって思うんですよ僕はね。なんで行かないんでしょうね。その辺ねあんま聞いてなかったんですけどね。ほらこれひどいでしょ。うん。僕ね訴えていきたいですね、これをね、こういうの。僕こういう人たちとはね敵対しておりますからね。うん。はい。あと他に言いたいことはね、なんかね、そうだな、昔の小学生の頃の俺どうだったかって言われるとね、じゃあお前はどうだったんだ、お前も小学生の頃にその外で騒いでただろうって言われるんですけど、俺はね民家の少ない田んぼとかね、そういうところでまあ友達と遊んでおりました。はい。だからね、小学校2年の頃には友達と2人でその田んぼ行ったりだとか、あとはね、あ、でも公園に行くことってあんまなかったな。家でゲームをやるときもまあたまに雨あったけど、それ以外はまあほとんど田んぼで遊んでおりました。はい。うん。まあそういうわけなんですけれども、まあ皆さんいかがでしょうか。まあね、あとねこの動画を見てくれてる人たちの中に、まあ、そういう道路族っ
ていうか子供外で遊ばせてる人がいたら言いたい。俺が一番解決だと思ってるのは、ただ俺が文句を言うのもいいんですけど、でもそれじゃ根本的な解決にはね、僕はならないと思ってる。だからその子供の遊ぶ場所っていうのをまず奪うなっていうのもある。うん、その公園の人たちっていうの、そういうの、そういう公園じゃない、公園のその子供がその怪我すると危ないから遊具を公園から取り払うとか、そういうのもね、なんか最近そういう自治体っていうの、そういうのがね、僕ね過保護だと思うんですよ。そういうなんとか省なのか知んないけどさ、その公園を管理する管轄の人たちがその遊具をね取っ払っちゃうっていうのもね、僕問題だと思うわけなんですよ。うん、でね、まあそういうわけなんですけど、だからね、まあ僕はねそれでもね、もう感情的になこと言っちゃうとやっぱねムカつきますよ。うん、まあだからな、だからお前自分、お前こそ自分のことしか言わねえでこの動画今撮ってんだろうって、まあ思うかもしれないですけど、うん、まあ僕自分のことしか考えない人。うん、でもね、僕の周りにはね、まあ遊具のある公園は結構ありますよ。うん、こっからね3分ぐらい歩けば着くんですけど、なんで家の外で遊ばせるんでしょうね。うん、その神経がちょっと僕は理解できません。はい、うん、やっぱね、僕感情的に言うじゃない、まあ普通に論理的に言うならば、まあその子供の遊び場所を奪うなって話なんですよ。うん、もともとはな、その公園のな管理するな奴らがな、その遊具とかな取っ払うなとは僕は思うんですけれども、うん、ほんとな、自分のことしか考えねえな奴らな、どいつもこいつもそうだけどね、俺嫌いなんで。はい、以上。